じゃあとりあえず乾杯。お、なんだよ。だ、何怒ってんだよ。もう俺が行くっていうことはもう前に話してたことじゃん。それは今更さ、行くなって言われても俺は困るし、俺一人っていうか仲間と一緒に行くからもう約束しちまってさ、今更やめられねえんだ。ならこればっかりはお前に飲んでもらうしかねえ。俺としては必ず向こうに行って数年間しっかり自分のやりたいことやってきて、それで自分の中で決心がついたら必ずお前を迎えに来るって決めてんだ。だからお前は何も心配しないで待っててもらいたい。きっといろんな男周りに現れると思うけれども、それでお前の気持ちが動いちまうのはしょうがない。だけど俺は向こうに行っても絶対に揺るがない、それだけは約束できる。だからあんま言いたくねえな。普段絶対言わねえけど、とりあえず、今日だけは。数年後、必ずお前を迎えに来るから、待っててくれ。そしたら、結婚しよう。愛してる。サンキュー。うまい。